何時までにしようかな。7時15分まで。うわ、眠たすぎますな。おはようございます。かむちゃん、アイスありがとう。そうだよ、今日は研究生ツアーを山口県です。どうした？どうしたも何もないですよ。普通に朝配信です。おはようございます。おはよう。見て、昨日のマイクぶつけたとこ。研究生のツアー見たことありますか？配信ではあります。実際はまだないですね。バリオスさん、トロピカルジュースありがとう。研究生のツアーある日、何かしらなんか活動とかぶってる気がする。とかないです。昨日の酔いに浸ってます。お、ひたひた？ひたひたですか？私昨日さ、お風呂に入るのも激遅なんで2時に寝ました。2時就寝でした。浦部さん、アイスありがとう。昨日の私の X 見てください。みほりんが撮ってくれた写真載せてるから見てください。おはよう。西さん、ありがとう。おはお疲れ様です。昨日の配信終わってから寝れなくて今に至ります。え、嘘、オールってことですか？わあ、わあ、じゃあおはようじゃないのか。どうもだ、どうもでもないけど。寝れますか今日ちゃんと。なんか髪の毛がさ、今日はホテルのシャンプーだから髪がもうもうなんかボリューミーです。髪も思っちゃんだ。おはよう。もわもわ。ふくちゃん、お疲れありがとう。あ、もわもわです。眠たい。みんなは何時起きなんだろう。早起きだ。めちゃくちゃ来てくれてびっくりしています。わ、おはよう。おはようございます。今日は2023年8月20日日曜日午前6時40分をお知らせいたします。皆さんは今日は何をするんだろう。わ、朝からラーメン食べた。朝から？
朝ってたらまだ6時だよ。早っ。22時から記憶なくて気づいたら5時でした。あ、寝落ちか。今日で僕の夏休み最終日です。それは泣いちゃうよ。夏休み最終日、みんな夏休み。そうか、8月、そうだよね、8月だもん。みんなちゃんと休めましたかね、夏休み。社会人のみんなは明日からまた頑張って、労働を頑張るしかないんだね。学生のみんなは宿題終わっているかな。ねえ、汗汗してそう。やべ、漢字のノート書き終わってないわ。夏休みありません。大丈夫だ。夏休みなんてものはないと思ったら大丈夫。ある人はラッキーぐらいで思ったらいいんだよ。アイドルと同じスケジュールと思ったらいいと思います。ポカジアさん、ハートありがとう。寝ます。寝るのが一番だ。はいよ、お疲れ様。ポシの写真集を出すことになれば買います。出さないですね。出したいと思ったことないから、出したい子が出したらいいと思うんで、私は特に出す予定ないよ。でもありがとう、ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。おはよう。めちゃめちゃ眠くて声がガスガスだ。うわあ。ピアノは買いますよ。もちろん自分へのタンプレにします。誕生日前の日だったから買います。もちろん公式のアカウントもフォローしました。やっちゃんのやつ。そうだよ、ヤーが出すんですよ。そう、昨日のショールームでも話したので、よかったらなんか何かしらでどうにか見てください。私がアイス出したら購入する予定にします。そうしてください。そしておすすめのアイス食べなかったわ。じゃあまた今度食べてください。おはようございます。8月下旬、明日からが下旬ですか。今日までは中旬なのかな。まあ二分割で言えば下旬だけど、パセリ監修アイスが出たらみんなぜひ。写真集を出すことはないので、パセリ監修アイスの発売を楽しみにしてください。おはよう。眠いな。ねえ、もう9月だよ。もう9月だけどさ、8月がちょっと今月が予定ね、ツアー名古屋と東京とアットジャムとあるからね、まだ終わるって感じがしないわ。レッスンとか遠征とかお泊まりとかあるから、まだまだ8月上旬の気持ちよ。上旬の気持ち。眠たい。朝ごはん何買おうかな。しんちゃんさん、真珠ありがとう。
そう、昨日の会場めっちゃね、綺麗な会場だったしね、ね、すごい素敵だった。渋谷楽しみだね。全員出るからね。見つけてもらいやすい髪の毛にしなきゃだ。何しようかな。私昨日のね、寝る前に STU チャンネルで見たんですよ。見逃し配信なんだっけ、タイムシフト見たんですけど、私やっぱ髪をアップにするよりもちょっと髪を残した方がいいかもしれない。昼公演の写りの方が圧倒的に、夜は前髪がもう終わってたからってのもあるけど、もう夜のやつを見てられなくて、ああやだったから、昼の写りが、昼見るか夜見るか迷ってる人は昼をおすすめしたいですね。昨日のツアーはオールじゃないよ、さっき起きました。そんなオールをするほど体力はもう残っていません。普通に朝起きた。そうだよね、朝配信するとオールと思われちゃうね。全然オールじゃないです。爆睡でした。だから眠たいよ。オールだったらもっとテンションウェーって感じじゃん。はよー。どちらも買い方ありがとう。確かに空調、そう、空調もあるかな。私もね、いつものライブとかより汗がそんなにも出てたけど、出なかったです。朝から仕事ではないけど、今日は休みです。今日は休みなので、もう明日からね、ツアーとかアットジャムとかの準備でゆっくりできる日もないかなと思うので、今日までは。しようかなって、ゆっくり自分のやりたいこと、行きたいとこ行こうかなって感じです。ちょうどイモース見てる。お、何の回だろう、イモース。最近私が出たやつ、まさかまさかまさか、パセリ大号泣回かな。ジロ君アイスありがとう。昨日楽しかった、こちらこそありがとう。首の調子、今朝起きてスプレーしました。サロンパスのスプレーしました。おはようございます。そう、日帰りは時間、開園時間が神戸と違ったので19時からだったから、新幹線帰りなかったです。ヒロさん、ココナッツジュースありがとう。おはよう。やっほー。どうも。ふうふうふう。昨日いっぱいさ、差し入れとか食べたから、むくんでるかなと思ったけど、そんなだった。全然だった。寝起きの顔って感じ。しんちゃんさん、しん、おはよう。そう、22時前とかだったんだよね、広島に帰る最後の新幹線が。だから無理でした。9時に終わったとして、無理でしたね。眠い眠いだね。
6時49分です。おはよう。寒さ、お土産、お土産あれよ、さつま揚げ、美穂おすすめのさつま揚げ、博多駅にあるやつ、なんだっけ、くなんちゃらなんちゃらだ、なんだっけね、ふつま揚げのお店か、みほおすすめのあれ南蛮往来の出来たてのやつと、今ちょうどパセリ占いで鑑定された、あーオーラのやつだ、オーラのやつ見てるな、イモステレビ、おはよう。あ、九時期だっけ、うん、九時期それトウモロコシおいしいよ。声が寝てるな私。ゼータンありがとう、ありがとう。長崎は今回は帰らないです、私は。帰りたかったけど、明日も恋ラジあるし、その前にも活動あるから、今帰っても、今ね長崎帰るとするじゃないですか、昼に長崎着いて、もう夕方には長崎を出ないといけないから、絶対に交通費損だから、今回は帰らないことにした。帰りたかったけど。めっちゃきのこさんアロハありがとう。スケモさんバラありがとう。そう、2日以上休みがあるときに帰る。カメさんトロピカルジュースありがとう。そう、明日コイラジです。リコチとユナアナと3人で出ます。よろしくお願いします。明太子食べたい、食べてみたい。昨日入ったから、博多気分味わえたけど、焼き明太子じゃないや、明太子食べたい、ラーメンとかも食べたい。24時間営業とかあるよね、福岡だったら一蘭とかね。おはよう。声低いのは怒ってるとかじゃないからね、寝起きだから、この声が低いだけだからね。おはようございます。ファファファ眠いじゃんね。焼き目ついてた、焼かれてた。デザイズハートさんアロハありがとう。首痛めてます。もともと痛めてたけど、レモンジュースでさらに痛めたやばいね。帰ったらちゃんと冷えピタとか湿布とかある。寿司屋も24時間、嘘、すごっ、お寿司屋さん24時間なの、え、常に食べるの。お寿司食べたい、みんなお寿司食べたい。よかったショールームにお寿司のギフトとかなくて、お寿司食べたいって言ってみんながギフトくれるからさ、よかった、なくて催促になっちゃう。
おはようございます。にゃん吉さん、真珠、しんちゃんさん、真珠ありがとう、ありがとう。伊博さん、お疲れ、ありがとう。バリオスさん、レインボースターありがとう。あ、絵文字でお寿司くれてありがとう。シーサラダ軍艦食べたいですわ。シーサラダ軍艦を食べたい気持ちでずっと生きてる。今はどういうフェアしてるんかね、回転寿司。夏レモンとかかな、レモンかな。あ、寿司ぶん投げてる、ピューンってきた。ね、私も焼き明太子って聞くとさ、村重さん思い出す。明太子、たらこ、焼かれて、焼き明太子、焼き目。陣内さん、アイス、ゼットアイス、ザイズハートさん、アイス、ありがとう。アイスが来た。三連アイスが来た。ありがとう。おはよう。おはおはおは。ね、寿司食べたい。昼休みさん、タコありがとう。あ、タコがいたか。寿司のギフトはないけど、タコがいるわ。たこ焼き、たこ焼き、タコ。ふえ、かまちゃん、間違った、おみかんさん、ココナッツジュースありがとう。なぜか私は今ギフトの上の書いてある名前じゃなくて、ギフトの下に書いてある名前を読んだ。多分みんなから見たらね違うけど、表示が、ごめん。ごめんだよ。おはよう。あと15分で終わる。朝ごはん何にしようかな。今日はでもそんなお腹空いてないんですよね、今。昨日いっぱいご飯食べたからか。アイス食べたい。あ、そんなこと言ったらみんなが送ってくる。ギフトは大丈夫です。ギフトのアイスは大丈夫です。うん、何しよう。朝ごはんヨーグルト。あ、でもお野菜食べたいかも。野菜とどうしようかな。みんなの朝ごはんは何ですか？参考にするかもしれないし、しないかもしれない。何ですか？朝ごはん。みんなは何食べるんだ？教えてけろ。秘密？秘密主義？おはよう。何食べるの？見えんな。ココジアさん、ハートありがとう。お、ツアー大阪行きます。やった、いっぱい撮ってください。ちゃんとあの前髪を綺麗に作れるように頑張りますね、カメコ。昨日は前髪ちょっと久々に失敗しちゃってて、固めるときにね、固めるまでめっちゃ整えてたんですよ。めっちゃ綺麗な前髪だったのに、いつもスプレーをするとスプレーの勢い強いから前髪が吹かれて、あのやばいと思ってクシで解いたら、束になっちゃって、細細な前髪になっちゃったから
ちょっと東京とか名古屋とか新潟とか大阪、前髪頑張る、頑張るぞー。かまちゃん、回復薬と花束ありがとう。おはよう。トースト、おにぎり、クロワッサン、納豆、ピザトースト、ハム、アップルパイ。あれ、また来たよ。ツアー行くね、2個来たよ。あれ、ループしてる。時間繰り返しちゃって。寿司食べに行く。うわー、ずる。ずるいぞ。フライケーキ、わ、フライケーキ食べるの？朝からボリューミーや。血糖値急に下がらないように他のなんか野菜とかも食べ、上がったら急に下がるから。バナナ、わかる。私もね、広島のお家にバナナあるのに。パン屋さん、一杯のコーヒー、いっぱいのコーヒーを。ラーカツ、わ、ラーミョン、ラーミョンなの。うわー、ラーミョンいいね。朝ラーミョンしたことないわ、まだ人生で。じゃあ人生の新しい目標に加えます、朝ラーミョン。いや、メモに書いてる、忘れるから。寝起きの頭じゃ、朝ラーメン。そして、あ、なんだったっけ、私の目標、なんか食べたいみたいな、あ、ペッパーランチを食べること、人生の目標。デザートハートさん、花束ありがとう。パスはコーヒーは飲めない、体調が悪くなることに最近気づきました、カフェインで。14時間かけた帰省のため、14時間、うん、14時間だと。え、なんかさ、コメントあれだね、時差ありますね。みんなパセが過去に喋ったことの返事今くれてる。時差ある、待っとこう。パセも今ご飯教えてくれてる。時差が起きてる。パセリはここだよ、日本にいるよ。みんなはブラジルから見ている。そうだよ、あのケバブ有名だよ、会場近くの。橋本環奈さんのミュージックビデオのケバブ、私もあれ大好き。あのヨーグルト、ヨーグルト味大好き、辛いね。しんちゃんさん、しんじゅありがとう。なんでだろう、電波かな、困るな。あと10分だから、タイムラグ困っちゃうぜ。焼きそばを食べる気持ち、わ、いいね、いいな。なんか日曜日って感じ、焼きそば、カップ焼きそばとか袋麺とか日曜日感じますね。お風呂でアイスはしました。そう、お風呂でアイス食べるっていう、あのメンバーがねおすすめしてくれて、いやでもお行儀悪いし、お風呂入って一回出るのもなと思ってたんだけど、やったんですよ、半年ぐらい前かな、達成しました。みんな今コーヒーの話してる。時差が起きている。みんなどこにいるの、時差だよ。
はようございます。おはよう。初見です。本当ありがとう。みんな今日はさ、みんな STU のメンバーが明日からイベントあるんですけど、私は対象メンバーじゃなかったんですけども、今日なんか星投げ練習とかねしてるメンバーもいるから、もう星が廃止になるので、皆さん星投げのちょっと最後の思い出作りしたい方は星投げ練習とかもあるからね。ぜひ明日から、明日の夜からイベント始まるらしい。この前話した通り、私はイベント中はそのメンバーに、出てるメンバーについてこう誰々ちゃん行ってくださいはないので、おのおので決めてください。そのメンバーのファンの方にお願いされたから行ってきますとか、自分はこの子を応援してるから行きますとかで決めてください。メンバー側からは発信しないので、まあ、行かなくてももう個人的な、なんて言おうとしたんだ、行くも行かないもみんなの判断でしてください。みつさん、レインボースターありがとう。おはよう。ねえ、ラグだ。タイムラグだ。送受信？何送受信？パセの声が心地よくて寝ることができそうです。寝て、寝なさい。おはよう。電波が良くないな。あら、電波か。おはよう。あと7分ぐらい、じゃあ早めに終わるべきってことか。そう、小柄で3人一緒ですよ。聞いてね、明日。ユニット曲かわいいでしょ、沖さんの一緒。そう、今日は研究生山口ツアーなので、研究生なんか名刺配りとかしてるから、山口いるなって方はぜひ、研究生今日もあるのかな、名刺配り、わかんない、私はスケジュールわかんないけど、他の会場とかはしてるイメージだから、山口におる方はぜひ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 だよ。パもうね、もうみんなパンちゃんも出るし、リコチも出るし、ソルハさんも出るし、他の出るメンバーもいるから、パセがここで誰誰ちゃんをって言ったら、なんかそのね、他のメンバーはって言われたりして、なんかね、あれだから、みんなが決めてください。私はメンバーのこと応援してるけど、なんか冷たい人と思われそうだけど、応援してるけど、そういうなんかね、言うのは良くないかなと思うので、これまでもそうしてきたので、変わらずにそうします。そうします。私は対象メンバーじゃない。なんか9枚目シングルの選抜メンバーは対象じゃない、多分表紙にね載せていただける確定なので。そうだから、なんか誰々ちゃん応援してあげてとか言ったら、なんかすっごい上から目線と思われそうだしね、
みんなが決めてください。そうだよね、ラグあるからもう終わらなきゃだ。終わらなきゃ。団長読んどこかな、変わっちゃうかな。今ね、パセリの生きてる時間は7時11分を生きています。あ、じゃあ1分差か。パセリ7時11分の世界だよ。みんな、それじゃあ終わっとこ。壇上読みます。13位森尾さん、12位渡辺さん、11位今はまだふーちゃんロス中さん、10位タカさん、9位カメさん、8位ミツさん、7位コカジアさん、6位ヒリアスミさん、5位ゼータン、4位ニャンキチさん、3位ジンダイさん、2位シンちゃんさん、1位バリオスさん、ありがとうございます。ありがとう。超タイムラグ。みんな、今の時刻7時12分です。昨日はありがとう。眠れました。5時間は寝た方です。